昔、大沢事務所で働いてらっしゃった、マネージャーさん。マネージャーさんが独立されて、なんかその、その時、なんかそのマネージャーさんが独立された事務所がある駅の近くだったんだけど、たまたま、あの、ほんと、すごい1年ぶりぐらいに、すれ違って、向こうが気づいてくれたんだけど、おい、誰だ久しぶり大丈夫って言われて、あ、何やさんみたいな。お久しぶりですって言ったら、大丈夫かも今、顔が終わってたぞ。終わってたわ、やば。お前もう、アニメとか決まって人前に出るんだから、その顔で、外歩いちゃダメだよって言われて、わかりました、マスクしますって。いやでもね、ほんと、歩いてるとき結構一番やばいよね。やばい。誰もみんなそうだと思うけど、結構油断してるよね。そう、顔やばかったって言われて。わかるわかる。だからなんかこう、自分が気づいたときはいいけど、うん、なんか後から気づいちゃったときに、そうそうそう、私とんでもねえ顔して歩いてたんじゃないかな、みたいな。ある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 。みんなも気をつけてくださいね。その辺気をつけましょうね。マスク慣れして多分ね、あの、口元とか緩くなってると思うんで。なってると思う。はい、口開きっぱなしになってないかしらね。気をつけながら歩きましょう。はい。はい。というわけで、私たちへの質問や番組への感想など引き続きお待ちしております。はい。